おい、うわあ、お前も好きになっちゃったの。狂ってるね。何してんだよ。おい、孤独の力。もう絶対許せないから。大丈夫ですか山本くん。山本くん、はい、こちら今回映画制作現場のメイキングで入る谷崎監督。現場にずっと張り付いてもらおうと思って、これもね作品にしようと思ってんのよ。映画本編とは別にメイキング。せっかく映画作るんだったら、どうせだったら日本分撮っちゃおうかなってね。久しぶりっすね、谷崎先輩。よろしく。今インディペンデント映画業界で一番勢いのある監督山本くんに長編映画を撮る機会を与えました。彼の持ち味であるバイオレンス描写もふんだんに盛り込まれることになると思います。昔から彼を支えてきたおなじみのキャストやスタッフがプロチームと一緒になって作り上げていきます。まあ低予算映画にはなりますが、彼らにとってもメジャーへのチャンスとなる勝負作品になると思いますよ。遊びの延長で映画に取り組んでいるからこんなことになるんでしょう。仕事なんだよこの映画は。山本監督、最近の日本の映画についてどう思いますか。日本、あのメジャー大作映画を見るお客っていうのは実は単純で、キャストが誰が出てるとか原作ものがどうのとか、その辺で見るお客が多いわけですよ。で、かたやインディペンデント系映画好きっていうのがまあ存在するんですけど、まあ、その人たちっていうのはこだわってそうで、実は一緒、単純なんです。ただそれが分かってても本当におもろいもの作れるかどうか別よ。まあ俺はやってやるけどね。山本組ダイナマイトソウルバンビクランクインします。よろしくお願いします。